4試合ヒットは続いています。4番の島内引っ張って一球間に合った、フォアボールヒット、今日チーム2本目のヒット、チャンスが来た、今日初の得点圏、中盤に入って今度はイーグルス。まあここまでは圧倒的にオリックスの方がランナーを出しながら攻撃しましたが、ね、はい、ただ先頭の銀次選手も今の下の欲にっていうところでしょうね、強い打球を抜いた、回って西川、5点目のホームイン。こちら島内も今日複数安打2安打目、それがタイムリーヒットです。でここもダイソーが起用されますね。このバッティングです。4試合ぶりの打点、タイムリーヒット。島内に代わりまして田中和樹、ファーストランナー田中和樹、背番号25。もう1点追加、やっぱりさすがですよね、そのゲームの流れも感じている。